滑るからね。想像以上に滑る。そうなんですよ。どっか行っちゃう。なんか志村けんのコントあれはどっか行っちゃうから。カゴに入れるんだってさ。そう今ね写真撮ってるからね。はいよカゴ。大丈夫か。はい。なかなかね、このうなぎをさばくっていうのは魚屋さんでもさばけませんから技術が必要ですね。力もいりますしね。関東では背開きといって背中から裂きます。関西は腹開きでお腹からですね。江戸時代から切腹を嫌うということで背中から裂くっていうことをしてるみたいですね、関東では。これでうなぎの骨を取ります。ちょっと小骨を取って、最近のうなぎ屋さんで看板上げててもうなぎを避けないうなぎ屋さんもありますから、の豚屋さんでこの裂いた状態のものを買っているうなぎ屋さんもいますから、この裂けるっていう技術は本当に貴重ですね。はい、これで終了になります。裂き終わり。何吉原のあの